こんばんは、日本の主婦です。声聞こえてますでしょうか？ 10時5分ぐらいから始めさせていただこうと思います。初っ端からカミカミで申し訳ないです。もうかなり緊張してて手の汗が止まらないです。あ、キアラさんこんばんは。山猫さんこんばんは。皆さんありがとうございます。ハウってはないですかね。あ、ありがとうございます。あ、コインありがとうございます。セリさんこんばんは、ありがとうございます。キキさんこんばんは。あ、ありがとうございます。10時5分ぐらいから始めさせていただこうと思っているんですけども、今日は、リア活動を始めたきっかけと、ついでもや、リア活動を通しての心の変化などをお話しさせていただけたらなと思ってます。はい。めっちゃ声が震えてます。皆さんありがとうございます。コインたくさんありがとうございます。あ、お茶もありがとうございます。すごいですね。もう42人集まってくださってるんですね。ふうあ、ちゃあん、り聞がことうえごまざすいます。か？ありがとうございます。はい、聞こえてます。あ、はい、聞こえてます。はい、すいません、コラボを承認していただきまして入りました。ツイッター名セリです。よろしくお願いします。もうたくさん、もう52人もありがとうございます。ふうちゃん、音声は、少ししてあげてくださいね。今半分ぐらいだったんですけど、あ、そうですか。ちょっ皆と下さん、げ気す味いにましせん。てみました。ありがとうございます。たくさん。すいません。皆さん、音声の感じどうでしょうか。ハウリングとかないでしょうか。教えていただいていいですか。ありがちょっととう、いさっつきも。私の声がはうってたみたいですけど、今どうでしょうか？どうでしょうか。すいません。はい。あ、ありがとうございたくます。さんありがとうはうっごてざいないます。そう温です。かい言葉。大丈夫と。はい。ありがとうございます。もうね、すごいよ。2分でね、63名も来ていただいたよ。すごいですあね。りがとうご5ざい分まぐらいす。経ってかはらい。始めようかなと思ってたんですけど、結構うん。皆さんね。バッと集まってくださってありがたいです。ねえ、本当にありがたいですよね。本当に感謝します。なんかめじちゃゃあ、くちゃ緊張して、なんか心臓パクパクしてます。そうなの。大丈夫よ。大丈夫。皆さん優しいから。そしたら自己紹介ゆっくりスタートしましょうか。はい。じゃあスタートさせていただきます。はい。日本の主婦です。噛むのでちょっと省略させていただきます。自己いえいえ。紹介、そうですね、愛媛県の松山市に住んでおります。中学生の息子と小学生の娘と主人と4人で生活しております。普段はツイッターの方で発信させていただいております。先ほどもちょっと少しお話しさせていただいたんですけども、今日はリア活動を始めたきっかけと、ついでもやリア活動を通しての心の変化などをお話しさせていただけたらなと思ってます。ちょっとかなり緊張してるので、ちょっと途切れ途切れになってお聞き苦しいと思いますけども、頑張りますので、聞いていただけたらと思います。私が、リア活動を始めたきっかけなんですけども、ツイッターを始めて少し経ったぐらいの時に、この拉致被害者全員奪還のついでまを知りまして、参加させていただくようになって、その中でハッシュタグをつけて、私の地元での署名活動のこととか情報を発信してくださる方がいらっしゃって、ああ、地元でも活動されてるんだって思って、すごく感動したんですね。そしてもうとにかく何かしたいと思う気持ちがあったので、もう直接その署名活動の日に伺って、お手伝いさせてくださいって
いうことでお手伝いさせていただくのが始まりだったんですね。ツイッターで署名も活始動めたは、ばっかりの時は、とにかく皆さんが心を込めて一つのツイート発信されてるのを読んで、もう涙が止まらなくて、もうスマホの画面がもう見えない状態で、本当最初参加させていただいた時は、自分が発信するとかもそういう以前の問題で、もう涙で読めなくてリツイートすらできないっていう、なんかものすごいところからのスタートだったんですね。で、なるほど、これじゃあダメだって思って、やっぱり被害者の方とかご家族の方が一番つらいんだって、一番大変なんだって、この自分が泣いて何もできないっていうのは、これはあかんやろうと思って、とにかく落ち着いて自分の気持ちをまずいろんな方に伝えられるようにタグをつけて発信していこうと思って、まずはツイッターで発信することから始めました。ありがとうございます。そして、何ができるかなと思った時に、最初は私の場合は日本ブルーリボンの会さんの方に問い合わせをして、ブルーリボンを購入させていただいてつけるようになりました。で、その後に福会さんの方のブルーリボンのことも知って、そちらからも購入させていただいて、まずはブルーリボンをつけるっていうところから始まって、それと同時進行で、ツイッターで自分が知ったこととか感じていることを、拉致問題について発信していくっていう形で始めていったんですけども、その時その時ごでめんなさい。どんどんどんちょっどん。と、ごめんね、ふーちゃん。もうちょっとだけマイクを口元に近づけてくださいね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ごめんね。どうですかね、聞こえてますか？ちょっと大きくなりました。あごりめんがね、とうおござ話しい止まめす。て。で、皆さんも多分そうだと思うんですけども、ツイッターで発信する上でもそうだし、リア活動されている方もいらっしゃると思うんで、活動されている方もそうだと思うんですけど、段階っていうのがあると思うんですね。で、その中で自分の気持ちもどんどん変わっていって、最初はバッジをつけてるだけみたいな状態でも、つけることによって気持ちがどんどん変化していって、じゃあ次は何ができるだろうって考えるようになると思うんですね。で、私の場合は最初は本当に皆さんの心を込めたこのメッセージみたいなのを読まさせていただいても、泣くことしかできなかったんですけど、それがじゃあブルーリボンをまずつけようって、ブルーリボンつけて、次は署名活動のお手伝いに行ってみようって行ってみて、で、リア活動始めて、署名活動をまず行かさせていただいて感じたことが、ものすごく皆さん頑張られてるんですね。やっぱり皆さんがお声かけしても必ず署名してくださるわけではないですし、そうそでれすでもね。諦めることなく次から次に声をかけられて、すごい頑張られてるのを見て、なんかものすごく悔しくなったんですね。で、私は愛媛救う会さんの方の署名活動にお手伝いに毎月行かさせていただいてるんですけども、いろいろお話を伺うと、結構会が立ち上がったのが早くて、もう10年そう以なん上でもす活ね。動されてるんですね。で、毎月毎月そうやって精力的に活動されてるのに、もっともっと地元から声がなんで大きくならないんだろうって、なんで街中に出た時にブルーリボンつけてらっしゃる方に会えないんだろうって、それがそのままで、タイトルが練習中になってますっていうのが
出てたんまで、すちょっね。と設定変えま直すせね。ますさっきか？変えたんですけど、すいません、ちょっと確認しますね。すいません、皆さんちょっと待ってくださいね。ハいいッシでュすタよ、ゆっくり。グ拉致被害者全員奪還にしてるんですけど、練習中のわまかまらやなっかってるたのらかな。別にいいですよ。あ、はい、すいません、ハッシュタグはついてるようなので、それで、本当に悔しくて、あ、梅本さん、こんばんは。ありがとうございます。たくさんの方来ていただいて、ありがとうございます。もう、それがものすごく悔しくて、皆さん頑張られてるのに、なんでもっと、声が大きそうくでなすらないのかね。なって。で、ブルーリボンつけた方に出会えないっていう、いうのがちょっとものすごく悲しくて、じそうゃあですね。その署名活動の時にじゃあブルーリボン作って自分で配っちゃおうと思って、すごいね、そこが本当に。で自分で手作りされるようになったんですね。リボンを買ってきて、それを安全ピンをつけて、ブルーリボンバッジを作らさせていただいて、で、ものすごくありがたいことに、ダメだったら、自分で駅前で一人で配ろうと思ってたんですね。すごいそしたね。ら、副会の方が、いや、配ってもらって大丈夫ですよっておっしゃっていただいて、ありがとうございますって言って、それで、ブルーリボンを配るようになったんですね。ふーちゃん、今その手作りのブルーリボンの画像に変えれますか？あ、はい、ちょっと待ってくださいね。よかったら皆さんに見ていただきましょうか。どう、出るかな？ありがとうございます。出ましたね。すごく可愛らしい。小さいものとかだったら、イヤホンジャックとか、ちょっとストラップみたいなものも、ポケットティッシュ。ティッシュに貼り付けて配らせていただいてます。だいたい普段は右側にあるリボンのバッジを貼らせていただいてお配りさせていただいてるんですけども、結構ちっちゃいお子さんとか学生さんとかもティッシュを受け取ってくださるので、安全ピンだと危なかったりするので、ストラップとかイヤホンジャックもつけて配ってみようかなと思って、いろんなバージョンで今配らせていただいてるんですけども、このね、もう今までで何個ぐらい作られましたか？数えられないぐらい？大雑把な形で、とりあえず1000個ぐらいですかね、今のところ配ったのが。すごいね、本当に。月によって素ちょっ晴らとしい、作本当れ皆さんるたくさん。数が違ってくるので、なかなかコン皆スタさんントたにく作されん、てないんですふーけちゃんど。の頑張りに拍手が来てます、本当に。で、そのブルーリボンを、まず最初のブルーリボンを署名を呼びかけながら配らせていただいてたんですけども、ブルーリボン活動自体をご存知ない方がいらっしゃって、ああ、知らない方もないるらっほしゃど。るんだなと思って、あ、これはいかんと思って、今度そのブルーリボンが分かるものを作ろうと思って、県の方に申請、許諾申請を出しまして、愛媛県のイメージアップキャラクターっていうのがあるんですけども、みきゃんってご存知ないですかね。そちらの方をちょっと愛媛県民の皆様には馴染みが深いので、構えるのではなくて、ちょっともっと身近に感じていただきたいなということで、申請通して、あとそれが通りましたので、それにそのあのこうポケットティポケット付きのティッシュが、チラシが挟めるティッシュがあるんですけどね、それにチラシをあり作っますね。て挟んで、そしてブルーリボンを貼り付けて署名活動の時に配らせていただいてます。で、そうなんですね。すごいね、本当に。素晴らちょっとしい。ずついろんなことをなんか思いついたことっていうか、できることを全部やろうって思って、
本当にもういつももう本当頭が下がるよ、本当素晴らしいよね、もうその行動力、何か一つやったらそれで終わりっていうんじゃなくて、これやってみて反応がよかいいなと思うものはこうコツコツ続けていきながら、他にもっと周知できることはないかなって思いながら、だからいろんな方とお話しさせていただいたりとか、例えばツイッターの方でリプいただいたりとか、そういう会話の中からも、はい、あこれこういうことしてみたら次面白いんじゃないかなとか、もうちょっといろんな方にこう関心持っていただけるんじゃないかなって思いながら、こういろんなことをしていけたらなと思って、なので最初は本当に泣くだけですごい情けないとこから始まったんですけど、こういや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 、とにかく本当にすごい、はい、その次の行動に、ね、行ける人もなかなか難しいのに、ね、お仕事もされて子育てもされて、ね、何役もしながらそこまでするって本当にできないよ。ありがとうございます。本当に素晴らしい、皆さんたくさん拍手が来てます。本当に後でゆっくり温かいコメント読んでくださいね、はい、すみません、お話に夢中になってて、はい、というかかなり緊張してるので、いやいや、皆さんのコメントを全然入れてないんですけども、後で必ず読ませていただきますの で本当にありがたいです。はい、はい、でこうもうちょっとだけマイクに近づけて、もうちょっとだけ大きめ、すみません、気が悪いかな、よいしょ、どうでしょうか、音大きくなりましたでしょうか。うん、大丈夫、大きくなりました、ありがとうございます、はい、なので、基本的に一人で活動をさせていただいているんですね。で、あといろんな団体さんが愛媛にはありますので、はい、賛同できるものはお願いしてお手伝いさせていただくっていうスタンスを取ってます。で、どうしても、はい、こう子供のことがあったり仕事のことがあったり家のことがあったりとかで、はい、こう時間が限られてくるので、はい、自分の時間の中でなんとかやりくりをしながら活動していけるようにっていうことがまず一番なのと、あとこの団体に入ってしまうとやっぱりそこの団体の色っていうのがどうしてもあるので、こうそうですね、自由な発想で、ね、うん、動けないっていうのもちょっとあるので、動きにくくなる、うん、確認取らないとね、やっぱり、うん、なので外からご協力をお願いするというスタンスを取りながら、こうやっぱり、はい、今までの地元の方のご努力というかそういうのがあるからこそ、うん、こう自分が今活動できるっていうのがあるので、やっぱりご挨拶させていただいて、こう、うん、自分の活動も知っていただきながらお手伝いさせていただきながらこう進めていくっていうのを今やってるんですけども、はいはい、こうとにかく今回このキャスでお話をしてみませんかっていう ご提案をいただいたときに、ああどうしようと思って、はい、私ものすごく緊張しいなんで、うん、話せるかなって思うのとあとキャス自体はすごく好きで、いろんな方のキャスを聞かさせていただいてたんですね、はい、でもう自分は聞く顔だって思ってたので、はいはい、まさか自分が、ね、配信するようになると思わなかったので、もうかなりそうですか、びっくりしたんですけど、うん、でも今回こういうチャンスいただけて本当にありがたいなって思ってるのと、あ、いやいや、とんでもない、こちらの方が本当にありがたいんですよ、感謝してます。恥ずかしいだろうし緊張もするだろうし、だけどね、やってることが本当に立派だし、ぜひ皆さんに聞いていただきたいし、ふーちゃんってごめんなさい、私は日本が好きな主婦さん、ふーちゃんって呼んでるんですけど、ふーちゃんのね、もうやってることで皆さんがこう触発されて何かしたいとか、はい、どんな風にいいかっていうアドバイスをふーちゃんにね聞いてみたりとか、はい、ツイッターの方からでもね、うん、
みんなね、何かきっかけを待ってるんですよ。はい。だから、ふーちゃんがこうやってお話してくれることは、本当に皆さんにとっても、すごくいい刺激になると思います。で、私自体は本当に数年前までお花畑だったので、なんか全然こう日本の現状とかも分かってませんでしたし、その拉致問題に関心がないとかっていうのではなくて、そのこう日々の生活にちょっと必死すぎて、その気づいいてや、なそかりゃっそうたでといす、うそりゃか、そうそでのす。深く考えるきっかけに出会えてなかったっていうのが実際のところだと思うんですね。で、もういろんなことをこう、でも本当に子供さん小さい時はね、そう、もうお母さん精一杯になるから、いそれろんなはこそうとをです知ったよ。時にもう本当に愕然として、こう私としては普通にお仕事させていただいて、普通に結婚して、普通に子供を産んで、まっとうに生きてきたつもりだったんですね。でも、このいろんなことを知った時に、なんか私は何を見て何をしてきたんだろうと思って、ものすごく悔しくて、その例えばこういろんな問題に対して政治家が動かないからだとか、こう官僚がひどいとか、もちろん私もそういうふうに思う気持ちはあるんですけども、誰に一番腹が立ったかって言うたら、もう自分自身にものすごく腹が立って、私何やってきてたんだろうって、ものすごくもう腹が立つのと悔しいのと情けないのと、それがあるので、今ちょっとこう何でもいいから何かしたい、そう思って動かさせていただいているので、こう本当に普通の主婦なので、頭もいい方ではないし、知識も全くないので、もう思いついたことをとにかくやろうって、でなんかアイデアが浮かぶと、じゃあそれをどうやったら実践できるだろうって、まずそこから考えて、何個かアイデアが浮かぶと、これとこれとこれはいけそうだなって、じゃあ順番的にどうやっていくのがこう効率的、効果が高いかなとかって、そういうふうに考えながら、じゃあこれはこの順番でいこうとか、まあ一つのこう思いつきからどんどん広がっていくこともありますし、それ自体がこううまくいかないこともあって、全部が全部こうやれてるわけではないんですけど、そのやれることも少しずつ少しずつなんか増えてきてるんですね。で、こう活動してみて思うことは、そのネットっていうか、ツイッターもそうですし、リア活動もそうなんですけど、こう本当に人とのつながりって大切だなというか、ありがたいなって思うんですけども、こう特にリア活動を1人でさせていただいてるので、こう何かあった時に誰かに今やってることを相談するっていうのができなくて、こう心細かったりとか、本当にこれこっちの方向性で間違ってないのかなとか、いろいろ悩んだりとかすることがあって、でも活動をこう続けていくと、こうどん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 横のつながりができてきて、こういろんなアドバイスをいただけるようになったりとか、これってどうかなとかって思うことをこう言える方がどんどん増えてきて、なんかそれって結局は自分がやることなので、決めるのは自分自身なんだけど、そのこう新しいアイデアにもつながるし、ここのところがちょっとまだ足りてないなとか、準備不足だなっていうのをすごく感じたりとかして、こう次の活動にすごくつながっていくんですね。なので本当にいろんな方のこうお声っていうのがものすごくありがたいなと思って、でこう活動って言ってもいろんな活動をさせていただいてるんですけども、とメインはこう
周知活動をメインにさせていただいております。で、周知活動だけではなくて、直接行政だったりとか、あと国に対してとか県に対してとか、そういう形で、意見をメールで送ったり、はがきで送ったり、手紙を送ったり、直接働きかけることをやりながら周知活動をやっていくっていうことをやっているんですけども、こう皆さんいろんな事情を抱えられてね、すごく一生懸命今、ね、生活されてると思うんです ね、 ですね。なので、周知活動にしても、直接行政に働きかけるにしても、その自分のに合ったやり方っていうのがすごく大切だと思うので、これが正解っていうのは私ないと思ってるんですね、なのでそのね、私もそう思いますよ。いろんな方の、はい、それぞれのね、人が、そうです、そうです、いろんな方の活動が、だん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 つながっていってるなって私は今感じてるのでね、それってすごく大事だと思うので、その愛媛県って県自体もものすごく精力的に動かれてるし、県議会議員の方で作られてる会があって、超党派で組んでる拉致議員連盟っていう議員連盟さんがあるんですけども、そちらの方もものすごく動いていらっしゃるし、県の中にも小さな団体がたくさんあって、皆さんそれぞれ活動されてるんですね。で、そんな中でも私のように最近まで地元で活動してるのを知らなかったっていう人がものすごく多くって、なぜそういうことが起こるかっていうことがね、すごく大事だと思うんですけど、私の関心が低かったっていうか、いろんなことに対してアンテナを張れてなかったっていうのもちょっとダメなところだと思うんですけど、皆さんが活動してるっていうことがバッてつながって、それが一般の方に情報として降りてこないのが現状だと思うんですね。で、いろんな活動自体を皆さんがもっと知る機会があれば、その合わせて参加できる機会もたくさんできてくるし、知ることによって、じゃあ私何ができるだろうって皆さん考えるようになると思うんでね、そのきっかけがねないっていうか、一生懸命生活されてる中で、日常の中に拉致問題に触れる機会がものすごく少なすぎると思うんですね。それが愛媛の中にいて活動させていただいて、それをものすごく感じてるのと、あとはそれが大きなレベルで見て、国全体としても同じことが言えると思うんですよ。例えば国の中でも、これは拉致対策本部がやる、これは官邸がやる、これは大臣がやる、これは法務省がやるとかって、いろんなところで取り組まれてると思うんですけど、それがなかなか横につながっていかないことと、この情報が一般の国民の方に降りてこない、そうですね、本当にね、残念ながらそうなんですよね。各省庁のホーム、こういった、はい、ごめんなさい、いや、こういった、ね、番組もね、もっとあってもいいような気もするんですね。政府主導で拉致問題のことの取り組みとかをされてるのを紹介するとか、毎週のようにというか毎日のようにあってもいいような気もするんですよ。関心を上げるっていう努力を私は国に対してやっぱり足りてないと思うので、正直そこ残念ですよね。もう本当は民間にこんなに頼らないでほしいというか、そうなんですね、政府主導でも盛り上げてほしいんですけどね。各省庁もそうだし、政府の方もそうなんですけど、ホームページの方に行って、例えば拉致問題とかって入れて検索すると、その
例えばその省庁だったり政府だったりがしている活動がバーって出てくるんですね。でもこのじゃあホームページに行ったらそれがトップで出てくるかって言ったらトップで出てこないんですね。あのこういろんな省庁でいろんな問題とか、あと新しいニュースとかをバーってメインで出されてるので、はい、この何かの表紙にパッて各省庁に行ってホームページ見る機会があったとしても、その方が拉致問題っていうのを入れて、はい、こう検索しないと情報が出てこないんですよ。なのでそのなるほど、こう省庁の方だったりとか政府の方はすごくこうホームページにも載せてるし取り組んでるし、この周知活動ができてるっていうのを思われてるみたいなんですけど、実際に利用する立場から言わせていただくと分かりにくい。でその関心持ってらっしゃる方しか見ない、で関心持っている方しか、ね、見ないってことは周知されないじゃないですか、まだ足りてないですよね本当に。あのふーちゃんちょっとだけ聞いてもいいですか、はい、あの署名活動をしててね、どうですか、あのか皆さん、まあ、正直素通りが多いですか。高島屋前で、あの松山の高島屋ってあの、はい、駅が電車の駅がくっついてるんですね。でその前のところで署名活動させていただいてるので、はいはいはい、結構急いで前を通られる方が多いので、うん、なかなか足を止めていただけないんですね。なるほど、うん、人通りは多いんですけど足が止まらない。そうなんですね。で結構その、うんうん、毎月行かさせていただいてるんですけど、こう足が止まりやすい時と止まりにくい時と、はい、やっぱりその月によって違うので、うん、結構、うん、難しいかなと思うのと、うん、その、うん、温度差が激しいんですよね。あの署名してくださる方もその、はいはい、あまり知らなかったわとかってチラシを受け取っていただいて、うん、あそうなのねって言って署名してくださる方と、もう早く解決してほしいねって、どうなってるんやろうねって頑張ってねって言って声をかけていただいて署名してくださる方もいて、その拉致問題に対してのこう理解度っていうのがかなりまちまちで、その周知活動ってものすごく難しいと思うんですけども、私自体の捉え方としてはまずあの関心を持っていただくこと、そしてあの事実を知っていただくこと、 その次にその拉致問題の根っこに何があるか、うんうん、なぜそういうことが起こったのか、そしてこれだけ長い年月、はい、解決しない理由は何かっていうことをご自身で調べていただいたり、うんうん、自分が得た情報の中で自分がの考えを構築していただく、うん、そしてそういう作業の中でじゃあ自分が何ができるだろうって考えていただく、そこまで行って初めて周知ができているって私は思ってるんですよ。ただ知ってるだけでは、例えばあの14年前に5人あの帰ってこられたとかニュースで流れてるので、そういうのを知ってらっしゃる方は結構ご年配の方だったら多いと思うんですね。でもじゃあどういう状態で拉致が行われたかとか、その背景に何があったかとか、その例えば拉致が発覚したすぐの時にどういう状態だったか、メディアはどう扱ったか、政治家はどう扱ったか、でどういう形で民間の団体が立ち上がってどう戦ってきたか、そういうのをこう知っていただくと、このまたあの拉致に対する考え方が全く変わってくると思うんですよ。最初はやっぱり、そうですね、皆さんがこう拉致に対して考えられる時って、皆さんあの大切な方がねいらっしゃると思うんですね。なのでもし自分の大切な人が連れ去られていたらっていうところから入られると思うんですよ。でそこからそれが自分の子供だったり好き
きな人だったり、ご両親だったり、大事な友達だったり、その想像から入っていかれると思うんですね。そして、その拉致がそのあってはならない最大の人権侵害だっていうことをね、まず知ると思うんですね。でそこからいろんなことをご自身で学ばれて、人権侵害だけではなくて主権侵害で、その被害者とかご家族だけの問題ではなくて、私たち日本人全ての問題だっていうことをね、理解するというか知るようになると思うんですね。そうなってくると、この本当にね、黙っていられないし、じっとしていられないってなると思うんですね。やっぱり、ね、大切な人守りたいって思うじゃないですか。でもちろんその、そうです、そうです、分かりますよ。罪のない方が、ね、だからそこに共感性がちゃんと、ないようなね、そんな国民だったらこの国怖いと思いますよね。じゃあ昔に比べて日本人が冷たくなったのか、その人としてこう劣化したのかってなると、私はそうではないと思うんですよ、やっぱり戦後の体制の中でいろんなことがこう壊されていって、この日本人が大切にしてきたことがこの次の世代に伝わらないっていう悪循環の繰り返しが今だと思うんですね。なのでその日本人がおかしくなったわけでも、こう民族的にね、違う方に変化したわけでも私はないと思っているので、この知ることが足りてないだけじゃないかなって私は思うので、まずは知っていただきたいっていうのと、その中でご自身でどう考えられ、受け止められて考えられるか、そして自分にできることを見つけていくことがね、大切だと思うので、なんかそのね、こうお手伝いって言ったらおこがましいというか変なんですけども、やっぱり自分がいろんなことを知った側に今立っているので、それを知っていただく努力を、最大限するべきだと思うし、やっぱりさっき ツイデモの方でこうツイートさせていただいたんですけども、この拉致問題に対して真剣に向き合われている方こそ今直面している問題があると思うんですね。それは何かっていうと、ご家族がご高齢化されていることと、その被害者の方も、お年を取られていってる、そしてこの事件が起きてからもかなり月日が経っているってことで、問題が全く前に動かない、進展しないってことの焦り、いろんなことの焦りがあって、この真剣に向き合われていらっしゃる方ほどそれが重くのしかかってて、すごく焦られてると思うんですね。でも私は今がチャンスだと思ってるんです。何がチャンスかっていうと、この一つの思想が崩壊するのに約70年かかるって言われてるんですね。で今戦後71年に入ったのと、あと急激なネットの普及があると思うんですね。なので私たちにとって追い風だと思うんですよ。風が吹いてるって思ってるのでね。あとは私たちが立ち上がるだけだって思ってるので、もちろん焦る気持ちも十分わかりますし、私自体も本当に特に皆さん思われると思うんですけど、年末近づいてくると、今年もお戻りいただけなかったっていうことで、ものすごく胸が痛いというか、もう何とも言えない気持ちになると思うんですね。だから皆さん抱えてる問題なので、このこういろんな方とこう会話することで、いろんな方のこう活動を知ることで、こう
今後どうしていくかっていうビジョンも見えてくるんじゃないかなと思って、どこにこう一撃を加えたら動く可能性があるか、そこの模索が一番大切だと思うんですよね。なので、こうダメだダメだって言ってても結局ね、何も変わらないし、政治家に文句言っても官僚に文句言っても結局は自分が何かをしようって思わなければ、こう行動を起こさないと変わらないので、まずは声を上げることだと私は思ってるので、その小さな小さな声かもしれないけども、それが、ね、一人一人がやれば、たくさんの声になれば、全くね、違ったものになってくると思うので、そうですよ。青山繁晴に59万票入ったんですよ。59万票の、署名があったら動くでしょうね、もっと激しく。私はみんなにまだ足りてないだけで、湧き上がるものがね、きっとそこを目指されると思ってます、間違いなく。なんか今日話そうと思ってたというか、こうとりあえずメモをして、これとこれを話そうと思ってたんですけど、なんかこう始まった途端に頭が真っ白になって、全然違うこ話せとてになっなちゃっくた。て申し訳ないですよ。そうなの。いやいやいや、話せてなくてそう申なしの。訳いやないです。や、お話十分上手だし、皆さんたくさん本当にありが熱いとうコごメンざトい来まてす。ますよ。後で本当にゆっくり読まさせていただいて、できれば皆さんにお返しできればなと思っております。で、皆さんからいただいたコメントが本当に力になりますし、今後の活動の、わアかイりディまアす、わにかなっります。ていくので、本当にありがたいと思っております。本当にちょっとしたね、皆さん思い本当にありがとうつきございます。でいろんなことを展開してますので、本当にアイデアになるのでありがたいなと思います。こう上がりで見たら42分なんですけども、シェリーさんとお話しさせていただいてたんですけども、こういう活動っていいんじゃないかなっていうことをこうやり取りをしながら、皆さんにもこうコメント入れていただきながらちょっとお話しさせていただけたらなと思うんですけども、こうキャスをしててコメント入って、この見させていただいて、ああいいなと思ったのが、例えば駅前に拉致問題のめぐみさんのポスターとか貼ってる場所がありますよね。そういう場所でとりあえず立ち止まって30秒くらいじーって見て、こう皆さんの注目が集まるように自分はしてるっておっしゃられてる方が何人かいらっしゃって、ああ素晴らしいなと思って、結構それってこうすぐに緊張でしきないまし、す気し負わね。ずにね、できることなんで、ちょっとそれ素敵でかきるこなととだもん思っね。て、やっぱりわかリアりま活すわか動っりまてす。聞くと、ちょっとこうハードル高く聞こえちゃうので、なんかこう皆さんが日常の中でちょっとできるようなことをすね、ぐにまずできアるイこディと。ア出していただいて、そのことについてちょっとお話できたらいいかなと思ってるんですけど、皆さんどうでしょうか。たくさん皆さん、よかったらいろんなコメントを書いてください。見てますので、コメント書いていただいてる間にちょっとふーちゃんに聞いてもいいですか？その駅前で署名とか、学校も回られてることを聞いているので、子どもさんの認知度っていうのはどうですか？子どもさんというか若い方のそうですね、拉致問題について。お年を召された方はかなりご存知ですけども、若い方は正直知らない方の方が多いですね。やっぱりそうなんですね。やっぱり知らない子供が、でも子供ってこの国をね、私たちはこれから託すね、宝じゃないですか。知ってほしいですよね、そう必なんですずよね、本当に。この日本が抱えてきた問題も全部凝縮されている拉そう致です問ね、題、教科書に載せてほ本当しいでですよ、よ本当ね。に教科書に、教科書に載せて
載せてほしいですね。副読本でもいいから出して、学校ではしっかり教育してほしいですよね。本当はこう、もっと教科書を、教科書の一部分に載せるっていうのではなくて、一冊作ってもいいぐらい重要で、はい、私も本当にそう思います、はい。でも最重要課題とも安倍総理もおっしゃってるなら、それぐらい踏み込んでもいいんじゃないかと。本当にそういうことも私は文科省にも一応メールとかはそういうことはしてますけども、なかなかね難しいのが、でもやっていただきたいですよね、必ず。そういう声も多くなれば変わるのかなと。そうなんですね。 DVD 配布されてるんですよね、はい。でも学校で取り込まれてるところがどれくらいあるのかってことですよね。結構皆さん官邸とかいろんなところにメール送ってくださってるんですね。それをどれくらい調査してる感じですよね、ありがたいですね。嬉しいですね、そういうの見ると。だからふーちゃんの仲間はいっぱいいるよ、本当に。なんかその学校、先ほど DVD を配布されてるのに、見せないっていうねコメントいただいてたんですけど、実際本当そうで、はい、愛媛県なんかは、どういう授業を行うかっていう、人権問題の授業の時に、こう拉致問題の授業が行えるようにっていうことで、こう DVD を配布したりとか、あと、はい、こう小学生向け、中学生向け、高校生向け用の教員用の指導の仕方みたいなものを作られて、それも配られてるんですけど、実際には授業が行われてないんですね、で、この前ね、せっかく作られててね、 それも税金で作ってるのに。この前ちょっと今度やる作品展の協力のお願いで、教育委員会の方にも行かさせていただいたんですけども、はい、メールで問い合わせしてもお答えいただけないので、実際直に行ってこう突っ込んでお話を、聞かさせていただいたんですね、で、何を聞いたかって、教育委員会行かれたんですよね、うちの娘や息子の学校では授業が行われてませんと、はい。でそれはたまたまかも、今年だけかもしれないし、たまたまかもしれませんけど、じゃあ県内の公立の小中学校でどれぐらい取り組まれてますかっていうのを何度も聞いても教えていただけないんですね。で例えばどこどこの小学校、どこどこの中学校とかって個別の名前を出してしまうと、もしそれが私の口から誰かに漏れて、今こういうネット社会っていうか、このバーって皆さんが集中して伝達したりとかされると、こう学校側がちょっと、ね、授業ができない状態になってしまうとか、困ると、あと、ね、こう何どっかの団体がバーって学校に行って、なんでここの学校はやらないんだっていう、学校単位の攻撃みたいな形になるといけないし、お子さんもやっぱりなんかそういう形で、ね、安心して学校に通えないっていうことになると、とても困るのでね、個別の学校名は言えないっていうのは、私も子供を持つ親なので、十分事情は分かりますと。そういうのではなくて、何個ぐらい取り組まれているのかっていうことを聞いても、授業を行われていますっていう一点張りで、何個やられてるかとかっていうのを一切教えていただけないんですね。で、それと、あと、例えば、おっしゃるように授業が行われているんだとしたら、授業内容は把握されてますかっていうことをお伺いしたんですね。グループを組んで、例えば、スクール会がどういう活動をしているかっていうのを調べてみましょうとかって、そういう指導の仕方があるので、じゃあ、それをやってみて、お子さんがどういうふうに感じられたかっていうのを、感想文書かれたりとか、いろいろされると思うんですけども、きっとね、そういうレポート帳、そういう報告が上がってきているのかっていうことをね、お伺いしたら、はい、授業内容を把握しておりませんっておっしゃられるんですね。
でも研修は毎年やってるって言われるんですね。で、どの程度でしょうね。とにかくそのこちら側には何も教えていただけないっていうのがあったので、もその私としてはその何をお願いしたかったかっていうと、教育委員会の方からもう一度各学校にプッシュしてほしかったんですね。あのめぐみさんのポスター貼っていただきたいのと、拉致問題のせっかくいいものは指導用のものがあるので、それを使って授業をしてくださいということを作られてるのにお願いしてほしいっていうことでお伺いしたんですけども、そしてあの私の作品展、あのやろうとしている作品展に拉致問題を知った上で、こう小学生中学生の皆さんにご協力いただいて、その作品を皆さんに見ていただきたいっていうのでお願いに行ったんですけども、こうそのお願いする以前のところでお話にならなかったので、とりあえずもあの帰ろうと思ってそのまま帰らせていただいて、もう即メールを送りました。あの黙って行きたがらないので私は、あの官邸の方に、あの官邸経由で文科省の方にその教育に携わるっていうことに対してもう少し真剣に考えてほしいっていうことと、あの配ったら配りっぱなし、やったらやりっぱなしっていうので検証やってますっておっしゃられるのはいかがなものでしょうかっていうことをね、もう即メールさせていただいて、で、あの拉致対策本部の方にも報告させていただいて、なのでもっとこうね、あのでもあのふーちゃん言ってたね、拉致対策本部は結構バックアップしてくれるって言ってましたね。ありがたいなと思って、でも今回お話しさせていただいて、あのとりあえず教育委員会の方と交渉が終わったら、あの交渉結果を教えてくださいという形で言われてたので、あのご連絡させていただいて、こういう結果でしたって一応言われたことが、私があの個人活動なので無理だって言われたことと、あとはあのこの今回学校を回らさせていただくのが私の仕事とか家庭の都合で、どうしても市内の小中学校、松山市内の小中学校に限定させていただいてるんですね。で県内全域を回れないので、県の公園っていう形を取れないっておっしゃられるので、あの一応そういう形になっておりますということでご報告はさせていただいたのと、まあ、それはそれでこちらの準備不足もありますので、それは仕方がないかなと思うんですね。ご自身でね、ここまで頑張ってやってる、ね、あの団体じゃないととか県全体じゃないととかっていうのはちょっとおかしな話なんですよ。本当に民間主導させるのかっていう話 で松山、その、ね、松山市の教育委員会自体もあるんですけども、で松山市の市の教育委員会で講演っていう形でお願いしてみたらどうでしょうかみたいな形であの投げられたんですけどもね、あの市の教育委員会は全く動きません、あの講演こうバックアップじゃないけど講演の申請のこう条件みたいなのが県も市もあるんですけども、市は本当にあのこう条件を満たせばこう講演という形を取りますとなってるんですけども、こう名前を貸しますっていうだけなんですよ。例えばこの作品展はあの松山市教育委員会講演とかっていう名前は使ってもいいけど、一切人は動かしません、何もしませんっていう、お金も出しません、人も動かしませんっていう、そういう条件なんですね。なのでもあのあれですよね、愛媛って日競争そんなに大きくないんですよね。ですよね、そこでその状態ですもんね、あの現実に活動している方のもう行き当たってるというか壁に当たってるようなもう生の声ですよね、本当に。だから、結構そのね、学校、
校のね、はい、学校、こう学校単位でもね、もっと動いてほしいし、その、はい、結構その行政とか出先機関みたいなところで、ね、上から降りてきてそれを言われた通りにやるっていう形なのでね、それが皆さん当たり前としてお仕事されてるし、はい、あの変な市場挟んで仕事をするわけにもいかないので、まあ、仕方がない部分もあるかなと思うんですけども、うん、でもあのもうちょっとこう、血が通ったお仕事はできないのかなってちょっと残念に思う部分も正直あるんですね、うん、で実際にいろんなところにお願いに行っていろいろ協力していただいてるんですけども、今回はその愛媛教育、うん、あの愛媛拉致議員連盟さんと救う会愛媛さんに協力いただいてます、うん、であと法務省の方だったり、はいはい、拉致対策本部の方もポスターいただいたりとかいろいろあのご協力いただいてるんですね、うん、で今回そのものすごく嬉しかったことがありまして、うん、それは何かっていうとあの教育委員会の対応があまりにもひどくて、あ、はい、あのこう、うん、話にならない状態で帰ってきたのであのこうちょっとへこんだんですけども、はい、まあもともとうんって言ってもらえると思って言ってないので、うん、まあそれだったらじゃあどこに手を回そうかなって考えつついろいろ動いてたんですけども、あの毎年法務省が作られているポスターを、うん、あの客員店に貼らせていただきたいのと中学校にも貼っていただきたいのでこうお譲りいただけないでしょうかということで法務省の方にお願いしてたので、うん、先日あの、はい、松山地方法務局の方に取りに行ったんですね、うん、そしたらその時にあのこう、うん、もともとそのポスター自体はあの観光庁向けに作られているもので一般の方には出回ってないので数がものすごく少なくて、松山市にあの決められている数がものすごく少なくて、あの数枚しか、ふーちゃんそのポスターの写真出ますか、ちょっと待ってくださいね、出るかな、すいません、あの喋りながらこうなかなかできなくて、うん、いえいえ、めぐみさんのでしたっけね、このポスターなんですけど、はい、ね、毎年法務省さんのが作られてるんですね、なので、はい、でお願いしてて、そしたら数が、うん、まあ、の松山市内の公立の中学校だけで29校あるので29枚あの、はいはい、いただくってなるとやっぱ数が揃わないということで、しかないと、うん、あの申し訳ないですということで、うんうん、あのこう言われたので、いやすいませんこちらこそご無理言って、あの、うん、こう美術館の方に貼らせていただく1枚だけでいいので大きいものをくださいということで、うん、その1枚もらいに行ったんですね、でその時にこうそれからあと 見たのがあのまたホームページをいろいろ見させていただいて、あ今年はこのポスターなんだなって、こういうデザインなんだなって見させていただいている時にあのPDF が載ってて下に開閉せずに使用してくださいみたいなのを見つけたので、はい、その取りに行った時にあの、うん、担当の方にお伺いしたんですね、あの自分でこう小さめのサイズでプリントアウトして貼ってもらう形を取っても大丈夫ですかっていうのをお聞きしたら、あ大丈夫ですよって、あの開閉しなければ全然あの使っていただいて構いませんっておっしゃっていただいて、そしたら奥にいた係り、うん、課長さんが慌てて来て、うん、その個人でやっておられるんですよね、はい、あのこうその印刷というかコピーするだけでもすごくお金がかかるからって言って、うん、あの再生紙ってちょっと色が悪いんですけど、うん、あのすぐコピーさせてもらうのでプリントアウトしますねって言って、あのその場で100枚100部ご用意くださったんですね、うん、はい、やってくれたんですね、でその時にあの
おっしゃってくださったことが、一応こういう形で使わせていただきますというご説明で、今度私がやる企画の企画書と、その場所の写真と、あと小中学校に貼ってもらうように作っているチラシを持って行って、それを渡して説明させていただいて、そしたら私が行ったのは地方法務局の人権擁護課さんの方に行かさせていただいたので、人権問題もいろんな問題があって、本当にやるべきことがたくさんあって、正直手が回ってない状態なんですって。だから動いてもらえるのが本当にありがたいですって言って、もうよろしくお願いしますって100部バーンって用意してくださって、普通のおばちゃんなんですよ。何の団体でもないし、本当にどこにでもいるおばちゃんが突然行ったのに、もう頭を下げられるんですね、その方がね。もう驚いたのとありがたいのと、で、いや、でも、ふーちゃんはね、人のために動いてるんだよ、無償で。で、政府の人はね、政府というか行政はね、お給料もらってるでしょって話やねん。もちろん頭も下げるよ、それで当たり前と思うよ。こんなん言ったらないでけど。も、いや、でもそこにありがたいって思うぐらい、今までいろいろひね、ど、その協力本当的じにゃないひどのを、いんですよ。役感所じてときたか行かくら。と、それがおかしいんやけど本当そっね。ちが変で、今回の方がね、普通なんでしょうけどね。でも本当やっぱり待遇悪い中でやってきたので、もう本当にその場で泣きそうになって、ありがたくて嬉しくて。なので、ね、嫌なことだけじゃなくって、すごいありがたいなと思うこともたくさんあるので、すみません、なんかどん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 話がずれて、11時過ぎてしまったんですけれども。あ、いやいや、とんでもない。いやいや、すいません、ちょっと11時過ぎてますけど、ちょっとこのまま延長します。ふーちゃん、今、ちらっと何回か出てる、美術館のお話は、どうですか？はい、あ告り知がかとうねごてざいます。しませんか？来年の3月の23日から3月25日まで、愛媛県立美術館を借りまして、拉致問題をテーマにした作品展をやらさせていただきます。で、作品展自体は素晴らしいですね、子ど本も当さに。んたちの作品がメインで、あとは一般の方にもご協力をいただいてます。今お話が進んでいるのは、若手の砥部焼の陶芸作家さんが作品を出していただけるようになっているのと、あとお花をされている方で、プリザートフラワーっていうんですかね、ああいうのを作られている方がいらっしゃって、協力してくださるっておっしゃってるんで、あとは小物作りされている方とかも、小学校、中学校の生徒さんは、四つ切り画用紙で、表現は自由で、作品募集させていただいてるんですけども、大人の方は写真でも書でも立体でも何でも構いません、表現自由ですということで、拉致問題に関して自分が感じていることを作品にして展示してくださいということで、展示してくださいということで、それは県内の方だけですか？県外も県受け付外けでますもか？大丈夫なんですけど、窓口というか、私が個人でやってるので、学校とかは私が回収に行くので、県外の方に募集をかけちゃうと、自宅の、ね、住所でここに送ってくださいってなって、自宅にわさってくると、ちょっと保管できないというか管理できないので、あ、そうかそうか。
なるほど。美術館の方に送ってもらうってことは可能なんでしょうかね。無理だと思います。搬入に関しては難しい。その借りてる期間の間の営業時間内にやらないといけないという決まりなので、うんうん、そうなんですね。それ受付せめてその市役所が窓口になってくれたら送りやすいのにね。学校単位で協力していただいて、学校からも、ね、例えば県の方にバッと送っていただくとか、うん、そうやってしていただくと、私が他の部分で動ける時間が増えるので、うんうん、例えば来ていただいた方に お一人お一人にブルーリボン手渡しできるように作ったりとか、そういうことがね、できると思うんですけど、そういう窓口がねないので、こうどうしても自分がね、こう学校やったら学校にもこう日にちを言って会所行くっていう形を取らないといけないので、でこれもう少し予算があると、例えばスペースを借りてそこに直接送ってもらうっていう形も取れるんですけども、今回結構こう私がお小遣いをコツコツ貯めたものでの範囲でやってるので、なかなか予算がちょっと少ないので、ゆーちゃんそのこの活動のためにね、ちゃんとお小遣いっていうか基金のようにして貯めてるのね。ちょっとまとまった金額になったら普段の活動と違うちょっと、うん、こう目立つことができるかなと思って、ちょっとずつ貯めてるんですけども、ね、もう本当にもうごめんね、もうどの話聞いても何の話聞いてももう全部頭下がるよ本当に。もうね、皆さん多分聞かれてる方多分皆さん同じ気持ちだと思うんですけど、素晴らしいでしょ本当に。本当にね、すごく頑張ってらっしゃるんです。皆さんたくさん拍手とか熱いコメントたくさんありがとうございます。ふーちゃん本当にすごいよ。もう今までね、知らずに過ごしてきた時間が長くて重くて、もうそれが悔しくて、とにかく思いついたことは、ね、やらさせていただこうって。で自分が今やってる活動で何がありがたいかって言ったら、その地元の方が協力してくださるってことが本当にありがたくて、もちろんネットの中でもいろんな方がアドバイスしてくださったりとか、いろいろご協力してくださってるんですけども、ね、うん、いやだって、うん、だって本当になかなかできない、こんなこと。でも私もものすごくいい刺激受けました。私もうん、ふーちゃんこんなことやったよって言えるようなことちゃんと言うからね、はい、うん、はい、ありがとうね、いっぱいお話聞かせてくれて本当にありがとう。長くなって本当は前半30分で自分のそういうお話しさせていただいて、後半30分間はとせりさんと皆さんにご協力いただいて、こうすごいたくさん準備したりとか時間かけたりとかせずに、こう気軽にって言ったら、うん、こう言葉悪いですけど、こうハードル高くするんじゃなくて、こう皆さんが日常の中でできることを皆さんで、ね、お話できたらと思ってたんですけども、私がこ うまくお話ができなかったので、そういう時間が持てなかったので本当に申し訳ないと思います。いや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 、うんうん、お話本当に上手でしたよ。これが正解っていうのがないので、うん、難しいと思うんですけど、これはどうかな、あれはどうかなって皆さんでこう意見出しながら、ちょっとずつ前に進んでいきましょうね。絶対諦めずに頑張りましょう、はい、今日はと長くなって申し訳ございませんでした、はい、で、ね、うん、こ うまく話せなくて本当に申し訳なかったです、うん、あ、いやいや、とんでもないです、はい、ちょっとだけいいですか、最後ごめんなさいね、締めてもらう前にちょっと今ね、コメント欄に書いていただいている方の目元さんという方
来られてるんですけど、ニュース女子の、ナレーションされてる方です。仲良くしていただいて、ツイキャス今日初めて聞いていただいたんです。ありがとうございます。たくりがとうごさざいん、ます。コメントくださいまして、皆さんにも、本当にありがとうございます。で、ニュース女子、いい番組なので、皆さん、見てください。それと、梅本さん、ナレーションを応援してくださいね。ツイッターとかのフォローとかも、して、応援してください。ごめんなさい。あと、来週のはい、告どうぞ。知もしていいですか？いいですか？ごめんなさい。来週は、ごめんなさい。来週は、キアラさんが、ですね、配信してくださいます。キアラさん、実は、ちょっと新しい試みでですね、娘さんいらっしゃるんですね。女子高生の10代の女の子から見たっていうか、10代の女の子の気持ち、率直な気持ちをその場で親子でキャスで配信してくださいます。で、拉致問題について10代の女の子がどんな風に感じるかというのを生で聞けますので、いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。ぜひ聞いてください。来週も、日曜日10時から、拉致被害者全員奪還ツイキャスやりますので、来週は第10回になります。もう小さな草の根運動ですけど、頑張ってやっていきたいと思ってます。皆さんが参加していただけることが、もう本当に、一番大事なので、大事というか、ありがたいことなので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、ふんちゃん、頑張って、最後の締めをよろしくもうお願い本当しにます。かなり緊張してて、もう全然コメントも見れませんでしたし、いろんな方がコメントを入れてくださったり、アイテムくださったり、本当にありがたいと思ってます。これキャス終わりましたら、皆さんのコメント全部読まさせていただきますので、今日は本当にありがとうございました。長い時間お付き合いいただきました。ありがとうございました。もう皆さんを代表して、私が、ふーちゃん、今日お疲れ様でした。本ありが当とにうあごりざがいとうまごしざいた。ました。たくさん、活動報告とか、ツイッターから始まって、拉致問題のことを考えるようになって、自分は何してたんだっていう自戒の念にね、苛まれたって、もう私も、もう聞いてて本当に胸が 痛いというか、なんかもうたまらなくなりました、本当に。ふーちゃん頑張って、私も頑張るから、みんなも頑張りま自し分にょう。できることを見つけて、ちょっとずつはい。みんなで頑張ったら必ずいい方向に進むと信じてます。今日は皆さんありがとうございました。では失礼します。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。良い夜をお過ごしください。